エバさんです今日はフィルムのデジタイズをしてみましたので紹介します今回したデジタイズはミラーレスカメラにマクロレンズとマクロレンズの先っぽにくっつけるフィルムのアダプターホルダーですねを通じてつまり私の場合はニコンの Z6 ミラーレスカメラですねミラーレスカメラを使ってフィルムを撮影するそんなやり方でデジタイズをしてみました そのために今回使ったのが、このニコンの ES2 ですね。ニコン純正のフィルムデジタイズ用のホルダーと、それからデジタイズ。この ES2 を使うためには、マクロレンズが必要なんですが、私、マクロレンズを持っておりません。なので、Z の MC50mmF2.8 を買えば、ニコンの Z6 でフィルムのデジタイズができるんですけども、 まあ普段マクロレンズで何か撮るってことはないので、まあ、そのために、えーまあ、7万円ぐらい実はだと思うんですけどレンズを買うということはせずに今回は、えー、とレンティオっていういろんなものを多分貸してくれるサービスだと思うんですけどレンティオを使って、えー、とレンズをレンタルしましたそれから、えーまあ、ライトとか三脚とか、まあ、そういったものあとレリーズですね、はい、そのあたりを使って、えー、と撮影したんですけども まあ結果良かったと思うので、えーまあ、ちょっとだけこの ES2 の紹介と、あとは、えー、とデジタイズしたものがどうなったか。えー、デジタイズのネガを、えーまあ、ポジというかネガポジ変換っていうんですかね。えー、とネガフィルムで撮って、えー、と色の階調が反転しているものを通常の見た目に変換するっていう部分。 そこで Lightroom のプラグインを使いましたのでそのプラグインについてもちょっと紹介したいと思います結論から言うと、えーまあ、Z6 とこの ES2 を使ったフィルムデジタイズで、えー、とそれをローとして保存をして、まあ、そのネガ状態のローを Adobe Lightroom のプラグインで簡単に変換をしたものっていうものの出来がすごく良かったと思ってます ちなみに、えー、私はネガフィルムだけではなくて、えー、白黒のネガフィルムですねカラーのネガフィルムと白黒のネガフィルムそれからこれリバーサルっていうんですかねあのポもともとネガではなくて、えー、通常の色で撮れるポジフィルムを使っていたことがあるので、えー、とそのポジフィルムのスリーブ状態のものと、えー、スライド状態マウントしてスライドにマウントした、えー、状態のものっていうもの それらを全部、えー、とスキャンしました。おそらく、えー、と数十本、2000コマから3000コマぐらいを1日半ぐらいでデジタイズできました。なので、えー、とこのレンティオの3泊4日、ちょうどよかったかなと思ってます。で、えーとまあ、レンティオなんですけど、えーとまあ、こんな感じに段ボールを開けると、まあ、レンズと説明書的なものが入っていて、 でレンズは、えー、こ,この通り、なんか、レンっていうもの、レンズの入れ物に入ってきてました。で、ご利用ガイドと、あとは変装の時に、この段ボールを閉じる、うん、シールがついていて、なので、えま、ー、あ、送られてきました、開けました、使いました、えまあ、ちょっと軽く掃除をして、元の通りに詰めて、この段ボールを、 閉じててシールを貼ってで最終的には、えーとまあ、配送業者を呼んでもいいですしあとはコン,ビニコンビニに行って、えー、QR コードをかざすともう返送先の情報が出てくるみたいなものがあるらしいので、まあ、それを、えー、レジで渡して返却完了とで3泊4日、まあ、朝の着地点にしたので。 えー、朝の着指定から今日が4日目なんですけど3泊4日4日目の23時59分までに返送、えー、の手続きが完了してればいいらしいのでなので、えー、とコンビニで渡すとか配送業者に渡すっていうところまでで今日の23時59分までしてればいいらしいのでだいぶ使い勝手はいいかなと思いますはいもうね、えー、とデジタイズは終わってしまってでも結局デジタイズって ま,あまたスキャンの性能は多分上がると思うんですよね。ちょっと詳しいことはあのブログの方に書いてますので、えーとまあ、概要欄の方に原稿貼っとくので、気になる方は見ていただければいいと思うんですけど、あのいろんな方法が昔からあるんですけど、どんどん画質が良くなって、結局今回自分で、えー、ミラーレスカメラを使ったデジタイズっていうのが一番きれいにデジタイズできてるんじゃないかなと思っていて、ただこれがまた5年、10年経つともっと良く、特に今はもう AI とか、 で昔でで撮影した時よりも綺麗にってできないそんな、えーとまあ、考え方をしてたんですけど最近はですねそこを AI が保管をしてくれてより綺麗にできるみたいなこともあるので今後またデジタイズの質が良くなっていくんじゃないかなってことを考えるとフィルム捨てられないんですよねなので、えー、とフィルムまとめて、えー、思い出箱的なものに入れて、えーとまあ、クローゼットの奥底に しまってしまったので、実際にフィルムをセットするところは <laughs> できないんですけど、ただ付属しているものがどんなものなのかって紹介できるので、そちらをちょっと見ていきたいと思います。では、まあ、簡単にこの ES2 とマクロレンズを見ていきたいと思います。はい。で、まずこの、はい、ES2 の本体っていうのはこれですね。これ何かっていうと、うん。 あのここに白い反射板がついていて、なので、こちら側から明かりで照らすと、まんべんなくこの白いこの拡散板っていうんですかね、なんていうんですかね、ここが、えー、ときれいに白くなって、その内側にここに隙間があるんですけど、この隙間に、この隙間にこういうホルダーを入れるんですよね、これ。で、このホルダーに、 はい、ネガフィルム知ってる人はわかると思うんですけど、ここにフィルムを挟んで締めて、で、あとはそれを、はい、ここの隙間ですね。隙間から入れて、で、今、カチカチ音がしてると思うんですけど、ちょうど、ちょうど、フィルムの、ちょうどいい場所でですね、一応止まるようになっていて、 カチッカチッと止まるので、まあ、この辺りで微調整をちょっと、まあ、ほんの少ししか動かないですけど、ここの中で微調整をして撮影するというのが、えっと、基本になりますね。はい、で、えー、今、スリーブ用なんですけど、それと別に、えー、とスライド用も入ってまして、これ上からスライドカシャカシャっと入れると、まあ、2枚スライドが入れられて、で 同様にこの隙間に、はい、セットをして、まあ、撮影していくということですね。はい、基本はこれだけです。で、基本はって言ったのは、えっ、ー、とですね、まだ他にも付属品が、えー、少し入ってまして、まあ、こんな筒と、 もう少し薄い筒ですね。はい、で今回、えーと、この薄い筒の方は私は使わなかったんですけどこの筒は何かというと、はいまあ、ここでマクロレンズ出てくるんですけど、はい、こちら借りたマクロレンズですね。50 mm 面白いですね。なんか、あの、なんかレンズが真ん中にキュッとなっていて。はい。これ、まあ、マクロレンズなんですけど。これに、えっ、ー、と、ES2 をつけるときにこれを使うんですね。自分の場合は、えっ、ー、と、ZMC50mm の F2.8 を使ったので、このアダプター B っていうタイプらしいんですけど、こっちを使うと。まあ、そういうことはえっ、ー、と、ニコンのホームページに書いてあるので。はい。 で、これをまあ、こうセットしますよね。で、さらに、えー、この ES2。これをこの先につけると。これで、えっ、ー、と、おそらく最短焦点距離、えっ、ー、と、16センチでしたっけ ?15 センチでしたっけ多分そこの距離に合ってるんですよね。あとは、ここの、ネジがついているので、これを緩めると、これちょっと前後、はい、前後するようになって、で、まあ、角度なんかも、 合わせて決めたら、えー、こいつをキュッと締めると動かなくなると。うん、なので、えー、まず一旦ここの距離を合わせてピントが合う状態にして、そしたらここをキュッと締めて、あとは延々と、このホルダーの方に、まあ、スリーブとか、えー、マウントしたスライドとかを入れて、延々とっていくということですね。で、自分の場合目の前に、えー、とビデオライトを置いて、 えー、光源の明るさが変わらないようにして、えー、撮り続けたと。いうことです。はい。まあ、他にもね、えー、撮影した時の、えっ、ー、と、まあ、こういうふうにしましたよ。気をつけたらいいですよってことはブログの方に書いているので、えー、概要欄の方からちょっと見ていってもらえるとなと思います。はい。したら、あとは、えっ、ー、と、プラグインについて少しだけ。はい。で、えっ、ー、と、今の時点でですね、なんかちょっと気になるぞとか、えー、まあ、役に立ったぞとか、 これから役に立つ部分に入るかもしれませんけど、気になったら、えー、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい。じゃあ続き行ってみましょう。はい。じゃあ始めますね。えっ、ー、と、まあ、ネガを ES2 を使ってフィルムを Z6 で撮影した状態。なのでネガですね。ネガ。はい。で、まあ、一旦初期化してあるので、はい。これが 読み込んだ状態ですね。えっ、ー、と、通常ネガポジ変換は、このトーンカーブのところの、こいつを、はい、会長変換っていうことで、こう変換をしてやると、こんな感じに、会長ひっくり返るんですけど、まあ、なんかちょっとおかしいじゃないですか。はい、これをなんか、いろいろと頑張って追い込んでいくみたいな、 プラグインで、えっ、ー、と、ネガ、見てみよう。はい。ネガティブラネガティブラボプロっていうのがあって、こいつを、えっ、ーえー、と、もう一回やっちゃってるんで、キャンセルしたらんとかんとかね。えっ、ー、とですね、実際は、まあ、この画面、これ、えっ、ー、と、プラグインをショートカットで呼び出してるんですけど、まあ、呼び出して、 で、いろいろ調整できるんですけど、も面めんどくさいので何にもせずに、まあ、複数個とか選択するといっぺんにやるか、みたいなこと聞かれるんですけど、まあこれがプレビューの状態ですね。まあプレビューって言ってももう商業は終わってるんで、この後アプライを押すと、えっ、ー、と、ほとんど時間がかかることなく、この状態になると。で、これなんですけど、まあ一旦ちょっとキャンセルしておきましょうか。あー違うな。えっ、ー、と、コントロール N でフロー出してアプライしますね。はい。 これ、えっ、ー、と、フルオートです。フルオート。 なんかいろいろ調整したりっていうこともできるらしいんですけど、フルオートでやってます。で、もう一つ、こちらが、これが多分、えっ、ー、と、フォト CD ですね。多分、コダックのフォト CD で読み込んだ写真だったと思うんですけど、まあ、いずれにしても、同じネガフィルムを元に読み込んだもので、ちょっとこちら、えっ、ー、と、今回のネガのデジタイズ、ちょっと明るめに撮れてるんですけど、これ、まあ自動調整、あ、自動調整はうまくいかないな。ライトルームの自動調整は、これ、実際このやり方の何がいいかって、 っていうと、これ、えっ、ー、と、ローファイル、ローファイル、要はこれ、会長変換フォトショップでやると、もう少し綺麗にできるみたいな話があるんですよね。その、この Lightroom の会長ただと入れ替えるよりは、例えばこのフォトショップで編集として、分句式調補正の、えっ、ー、と、どうか、会長の反転、あった。<laughs> はい、これを使うと、 うん。ああ、まあ、でも。フォトショップの会長の反転。いいのかちょっとよくわかんないですね。で、えっ、ー、と、問題は、これ今、ネフできてるんですけど、多分、こいつを、えっ、ー、と、保存して、 ライトルームに戻そうとすると、多分ティフになったりするんですよね。なので、えっ、ー、と、このネフ、ネフが今多分25メガなんですけど、ティフにすると100メガ超えたりみたいなことになるんでしたっけまあ、いずれにしてもでっかいファイルができてしまうんですね。ただ、えっ、ー、と、この、一回消期化しますね。はい。初期化して、こいつをこの、ネガティブラボプロでやると、この、 プロファイルが当たったっていうことになっているだけで、元の画像には何も起きてないし、新しい画像を作って編集してるわけでもない。まあ、今回ニコンのローファイルなんでネフですよね。ネフはそのまま。で、えー、この表現だけ、えっ、ー、と、フィルターで当たってる状態になっている。これが、えー、このネガティブラボプロの一番っていうと、ちょっと語弊はありますけど、すごく、 使い勝手のいいところというか、ワークフロー的に苦しみがない、すごくいいものなんじゃないかなと思って、特にですね、2、3000枚を、あの、チコチコと処理するって大変なんで、あの、まあ普段、普段フィルムで撮って、撮った分に対して、えー、まあ撮影した後に調整とかっていうことであれば、まあこのライトルーム単体で、 やってもいいんじゃないかなとは思うんですけど、対応のね、デジタイズっていうシーンでは、このデジタルラボプロ99ドルは、まあ出す価値があったんじゃないかなと思ってます。はい。で、えっ、ー、と、まあ自分の特にこの回し物ってわけじゃないんですけど、まあこのソフトウェアが長く続けばいいなとは思っているので、まずですね、トライアルできるので、12枚出力、そう、12枚出力までできるので、この画面を出し、出すと、え、例えば、 えっと、タイル状態で複数選択をして、この画面を出すと、えっと、何枚変換しますってボタン画面が出てきて、ボタンを押せば、えー、しばらくして、全部、ネガポジ変換終わるんですけど、このアプライを押さなければ、その12枚っていうのが反映されない。要はキャンセルを押すと元に戻るんで、アプライを押さなければ、トライアル終わらないんで、もちろん、変換した状態を保持することもできないんですけど、ちょっといろんな写真で試してみたいっていう人は、 その12枚しか確認できないってわけではなくて、12枚の出力ができるトライアルなので、ちょっと使ってみてあ、これでいけると思ったら、まあソフトウェアのライセンスを購入して見てもらいたいなと。そういう方々が、えっ、ー、と、まあ続いていけば未来ですね。このソフトウェアが続いていくと思うので、そういう支援の意味もあると思うんで、ちょっとやってみてもらいたいなと思います。いや、ほんとね。 この ES2。e s が、まあなんか他にも、えっ、ー、と、なんだろう、そのカメラメーカー品じゃないもので同じようなものがあるんですけど、まあレビューによるとちょっとなんか、その、あの白い部分ですよね。あそこはちょっとイマイチで明かりが綺麗にならないみたいな。 レビューも見かけたので、まあせっかくだからということでニコンの純正品を購入しました。でね、えっ、ー、とマクロレンズも買わなくても、えっ、ー、といろんなレンズレンタルサービスがあると思うので、それを使うっていうことをするといいかなと思います。はい。では2022年もありがとうございました。2023年ね。まあ良い年になってくれるといいですね。はい。では、また。さよなら。